こんにちは、リカリコです。はい、今日はチャビーバニーチャレンジをしたいと思います。イエーイ。チャビーバニーチャレンジっていうのは、このマシュマロを口の中にどれだけ詰め込めるか、どれだけ入れれるかっていうチャレンジなんですけど、なんか前から気になってて、ね、してみたいなって思ってたんで、結構流行ってて、それに乗れなかったんですけど、今頃、したいと思います。だから見ての通り結構口ちっちゃいんですよ。そう、口がちっちゃいからまあちょっと自信ないんですけど、まあ、10個超えれたらすごいよ、10個超えたらすごいと思う、うん、じゃあどっちから、じゃんけん、最初グー、はい、じゃあ負けたからリカが決めるな、はい、リカが決めるな、うん、リコからで、あ、じゃあなんか罰ゲームしよう。で、負けた方が勝った人にパチンってされますはい、じゃあ早速リコからしていきます。こんな感じです。メロいい匂いするいい匂いするな、ゆうちゃん。では、一つ目からいきたいと思います。いくよ、はい、ちょっとこれ持っとってくるよ。本気やからリコ。はい、いい。あ無理2ほんでどういう感じなの？どういう感じなのでしょうか？マジ2ではい、33はい、どんどん、口痛い。いやここは避けた。今何個？4。まだ？小さすぎやね、隠し。ダメだ、小さすぎやな、リコちゃんの口。はい、5。まだいける。5。はい、みんな聞いて、もごって言った次なの。つまるなよ。どう？わかんねえの。無理？吐きに行きました。感想はもう一生したくない。合計リコは7個でした。イエーイ。リカの挑戦です。スタート。1。いけなくないこれ。2。3。飲み込んでない？うん。メロイで何個今？4 5。うん、超えられる。5 6 だー！リカが8個、リコが7個でリカの勝利でした。まあ、リカは最後の最後にもう全部出そうやったけど、出とったよ、もうご飯出とったな、出とったけど、あの絶対リコに勝ちたいと思って1個無理やり押し込みました勝ったぞ
じゃあ罰ゲーム。リコニューじゃねえよ。何のこと？あー、じゃあ、やばいよ、やっちゃや。いきます。やめて、それ気持ち悪い。なんか息がつくみたいなんで、もう嫌や。じゃあ、吹くから、吹くから。うん、やー痛くんな。絶対痛くんな。はい、というわけで今日は、口の中にマシュマロを何個入れれるかっていうチャレンジをしました。はい。皆さんもぜひやってみてください。というわけで、今回の動画も見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。